曲でしたか？山田耕作。声が小さい。山田耕作さんの腹立ちの花です。ちなみに木内さんはこれは誰のどんな気持ちで今何人称で歌ってるんですか？どう歌ってるんですか？多分っていうか今ね、無です。この前のみおちゃんのじゃないけど声も綺麗だし、なんかね、綺麗だ、綺麗、割と綺麗に歌ってたけど、なんかね、誰が歌ってんだかわからないっていうか、一応一人称で歌うから。何人称で歌ってるか、誰が歌ってんだこれ。これオペラリアじゃないから、はい、一人称で歌うしかないでしょ、はい、私がに、うん、今だったらなんかこれ仏像出てきそうな感じある。この曲をもう歌いやすそうだからちょっと喋ってみようか。ちょっと演技してみようか。腹立ちの花が咲いてる。なんだ。誰だろう。おかしいでしょ。演技のことを言います。私に演技。ちょっと腹立ちの花が咲いたよし。ちょっと最初の部分だけ。腹立ちの花が咲いたよ。だから何なの？白い花が咲いたよ。だから何なの？だから何？なんでみんな知らないから。あ、そうなんだ。なんで言いたくなったのこの歌。それなんでなんだ。カラタチのもう一回ちょっと全部読むと見ながらでいい。青いカラタチのトゲは痛いよ。青い腹立ちは旗の垣根のまあ、一応日本の童謡であるっていう扱いになってるからあれだけど、どうなんですか？何が言いたいんですか？何が言いたいってこれ人それぞれでいいと思うんですけど、なんでこれ言いたいんですか？だから何なんですか？なんで言いたいんだろう。なんかすごい戦争とかもあってすごい大変な時のだと思うんですけど。戦争なんですか？1925年ですか？戦争じゃない。なんかでも貧しい。これでも最後腹立ちのそばで泣いたよ、みんな優しかったよってあるじゃないですか。だからそばで泣いたちょっと悲しいこともあったけど、みんな優しかったよっていうのが言いたいんじゃないですか。みんな優しかった。それを腹立ちの花が咲いたよで思い出すんじゃないですか。だからなんかもう僕だったらですよ、例えば感謝の気持ちとともに歌いますけど、ありがとうって綺麗な可愛い花が咲いて、はい、悲しかったこともあったけど優しかったよって思いながら一人称で歌う、はい、
まあこの曲そうやっても難しいから、なんかこう 何かのって考えてると歌いにくくなるところはあると思うんだけど、とりあえず自分がっていう風にすると多分ね、もうちょっとやりたいことが増えるとうっていうのを置いといて、ね、さっきの彼にやったのとに戻ると、はいはい、息継ぎさっさとしよう、はい、ちょっともう一回聞くと一番今の難しいところが、私の秋も何に乗るよ、あの今の駅に乗るあらよ、あなたちを他にこの動画でも他でやってるけど、息継ぎ音させたらもう遅いから、はい、息継ぎが音がしてしまうのは何でしょう、何でですか、息継ぎ口でしてるから、音楽膜はお腹の力が抜けてないから、ああ息を吐くときはスーってこう、はい、力入れるじゃないですか、たまに藤田さんにも言ってるけど、吸ったら半ぐらいだけど、吸うと空気抜けてないからっていう、吸わないと自分で吸い込まないと吸えないってことになるけど、吐いて吐ってなんでもいいんだよ、吐ってなんでもいいんだけどっていう、吸い込んだ音とは変わるっていうか、ちょっと一回息吐くだけ、吸って吐く、それ本当に吸えた、なんかはーってなっちゃう、横隔膜とお腹の筋肉もなんとかそれでするよ、で抜いていいのは背中の筋肉はあまり接して正したままで、この辺だけ背中の筋肉はピシッとまっすぐなまま、またこれ途中だけど、はい、それでどうぞ、で上もで、それでこの下だけでお腹で吸って、開くように押す、息すると吸えると思うんだよ、それ今のちょっとよかった、前に吸う、でもう一回ちょっとそこを歌ってみよう、そのまま歌おうか、そので前に開く、あなたちも極み乗るよ、まろいまろい金の玉だよ、でも今息継ぎそんなに今6割ぐらいだけど、キーツさんはその棒を背中に背負った方が声が伸びるような気がします。なんか出てる気がしました。明るくなった気がします。そのままちょっと歌ってみようか、最初から。そもそも。それなんでかっていうと、胸郭が開いたから、ちょっと横隔膜で歌いやすい。最初から。まっすぐ。フラフラして。